皆さんこんにちは。ドライアイ MGD 論文数世界第一、東大病院や慶応病院でも外来を担当していた眼科医の有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマはじゃじゃん、油目薬の注意点。今日はコメント欄に寄せられた皆様からよくいただく質問に対して回答するコーナーです。今日の動画がためになったと思われましたら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは、今日の質問です。油入り目薬の注意点、欠点などありますか？使用期限が短いとか、油で涙点が詰まってしまうとか、自分で自分の油を出す力が余計に弱くなってしまうなどです、というご質問をいただきました。大変素晴らしい質問ですね。こちらに関してお答えしていきたいと思います。使用期限ですが、通常の目薬と特に変わりはありませんよ。海外では油 100% の目薬というものもあるんですが、日本で発売されているものは油が主成分となっているわけではありませんので、もし一回試していただければわかるんですが、そんなにドロッとしてるわけじゃないんです。なのでその目薬によって涙点が詰まってしまうとか、ドローっとしすぎていて目がネバネバしてしまうとか、そういった感覚は全くありません。ですので自分で自分の油を出す力が弱まるということはないんですが、もちろん差しすぎはダメです。こちらのチャンネルで何回もお話しさせていただいていますが、目薬は用法用量というものがありまして、だいたい1日4回ぐらいから6回ぐらいまでというのが多いのですが、差しすぎないということが大事です。でこのご質問にありますように、ご自身でご自身の涙を出すというのは、やはり目を温めたり、まつげの周りを洗ったりして、目の環境を整え、そして瞬き運動をしていただくことですので、目薬はあくまでも補助に使ってくださいね。ちょっと付け足しですが、中華料理などで使用する食用のごま油と、目薬の中に入っているごま油、まあごま油というふうに呼びますが、それは別のものなんですね。なのでああいったまあ香ばしい香りというか、まあそういったものが目薬からするとか、そういうことはないんです。色とか香りが、まあ食用で私たちが中華料理でイメージするごま油とは違いますので、ご安心ください。美味しそうとかいう意味でがっかりされた方もいらっしゃるかもしれませんが、無臭です、もちろん。なのでご安心ください。そして一番重要なことは、ぜひ一緒にマイボケア、オーガンポー、それからリットハイジン、それからまばたき運動、これを一緒にやってもらうと効果倍増です。本日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょうね。さようなら。